皆様、こんにちは。任天堂スイッチはテレビゲームのプレイスタイルを多様化させる新しい家庭用据え置き型ゲーム機です。任天堂スイッチは家庭用据え置き型ゲーム機です。画面を見ながら遊ぶテレビゲームのスタイルです。テーブルモード、スイッチ本体をスタンドで立てジョイコンで遊びます。画面を見ながらみんなで遊ぶテレビゲームの体験をテレビの前から離れてどこででも遊べるようにします。携帯モード、サイドのジョイコンをスイッチにセット、屋内でも屋外でもどこででも持ち運んで遊べます。目と目を合わせて遊びます。相手がいつ動くのか、どのように動くのか、それはフェイントなのか、目を見て読み取ったり、普段しないことをしている相手を見て楽しむことができます。汗かいちゃいました。結構暴れると意外とこれはそういうスポーツだなっていう感じ、他のゲームだなっていう感じですね、はい、いわゆるこうソーシャルじゃないけどもコミュニケーション重視型なのかなっていう、こうそういう印象はありますよね。一人でやり込むというのはそれはちょっとまあ今までとは違うかなっていう、だからプレステなんかと比較するのはちょっと度胸が違うかなっていうのが、まあ、素直な印象です。Thank you.